スティーブン・ホーキング博士は人類にある警告をしました。人類はあと100年しかない。私たちはあと100年で新しい家を見つけなければならないかもしれません。ホーキング博士はこのメッセージを通じて、私たちに地球温暖化の進行とその深刻な結果について警鐘を鳴らしました。今回はホーキング博士がなぜこのような警告を発したのか、そしてそれが私たちの未来にどのような影響を与える可能性があるのかを探ります。この問題は複雑であり、解決策を見つけることは簡単ではありませんが、理解を深めることが第一歩です。ホーキング博士は宇宙の謎を解き明かしたイギリスの理論物理学者です。彼はブラックホールから放出されるホーキング放射という現象を理論化し、ブラックホールがエネルギーを放出することを示しました。これは宇宙の最も暗い隅にある光を見つけ出した画期的な発見でした。またビッグバン理論への貢献により、宇宙がどのようにして始まり進化してきたかについての私たちの理解を深めました。1960年代にホーキング博士は筋萎縮性側索硬化症と診断され、この病気との戦いの中でも科学の世界に多大な貢献をし続けました。彼の著書「時間の短い歴史」は宇宙論を一般の人々にも理解しやすく伝えることに成功し、世界的なベストセラーとなりました。ホーキング博士の遺産は科学界だけでなく全人類にとっての貴重な宝物です。ホーキング博士は地球温暖化、宇宙からの危険、人口過剰、そして病気という4つの主要な脅威が人類の未来にとって大きなリスクをもたらすと警告していました。特に重要なのは地球温暖化です。地球温暖化は地球の表面温度が長期間にわたって上昇する現象で、これは主に人間活動によって放出される温室効果ガスが原因です。二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素などのガスが大気中に蓄積し、太陽からの熱を閉じ込めることで地球の自然な温室効果を強化しています。この結果、気温が上昇し気候パターンが変化し、極端な気象が頻繁に発生するようになります。科学的根拠によれば、産業革命以降、特に過去数十年間で地球の平均気温は明らかに上昇しました。この気温の上昇は地球上の様々な生態系に影響を及ぼしています。例えば極地の氷が溶ける速度が加速しており、これにより海面が上昇し、低地の島々や沿岸部の都市が洪水の危険にさらされています。さらに氷河の後退は淡水資源にも影響を及ぼし、農業や飲料水の供給に問題を引き起こしています。地球温暖化のもう一つの重大な結果は生物多様性の損失です。気温の上昇と極端な気象は多くの種の生息地を破壊し、食物連鎖に深刻な影響を及ぼしています。これらの変化は絶滅の危機に瀕している種の数を増加させ、地球の生態系のバランスを崩しています。ホーキング博士の警告は、これらの脅威に対して私たちがどのように備え対処するかを真剣に考えるきっかけを与えます。またホーキング博士は、地球温暖化が進むと地球が熱と圧力の極端な環境を持つ金星のようになる可能性があるとも警告しています。金星の環境は太陽系の中で最も過酷なものの一つです。その表面温度は約460度にも達し、これは主に金星の大気が引き起こす極端な温室効果によるものです。金星の大気は二酸化炭素が約 96% を占め、これが太陽からの熱を金星表面に閉じ込め、熱が宇宙空間に逃げるのを防ぎます。この効果が金星を文字通りの熱地獄に変えています。金星の大気がこのようになった主な理由は、水蒸気と二酸化炭素のサイクルにあります。金星には
かつて水が存在した可能性がありますが、太陽に近いため水は蒸発し、水蒸気が大気中に溜まりました。水蒸気は強力な温室ガスであり、金星の温室効果をさらに強化しました。その結果、水は完全に失われ、残った二酸化炭素が現在見られるような厚い大気を形成しました。この過程は金星の表面温度を徐々に上昇させ、現在の極端な状態に至りました。地球でも金星のような温室効果の激化が起こりうるという科学的根拠があります。地球の大気中の二酸化炭素濃度が増加し続けると、地球の温室効果も強化され、気温が上昇します。この過程が加速されると、極端な気候変動、海面上昇、生態系の崩壊など回復不可能な環境変化を引き起こす可能性があります。特に化石燃料の燃焼による二酸化炭素の排出が続けられる場合、地球の気候システムが制御不能な状態に陥り、人類にとって住みやすい環境を維持することが困難になる恐れがあります。しかし、地球が金星のようになることは現実的には非常に低い確率ですが、この例えは地球温暖化の重大性と緊急性を示すためのものです。地球上の生命が直面しているリスクを理解し、適切な対策を講じることが未来の世代にとって住みやすい地球を残すために不可欠です。科学者たちは温室効果ガスの排出削減、再生可能エネルギーへの移行、持続可能な生活様式の採用など、気候変動に対抗するための具体的な行動を提案しています。これらの取り組みにより地球が金星のような運命をたどることを防ぐことができます。ホーキング博士は人類の将来に関して深い理解を持ち、私たちが直面している脅威に対する解決策を提案しました。ホーキング博士の提案の一つは、地球以外にも新たな居住可能な星を見つけ、そこへの移住を検討することです。これは地球上での生命が持続不可能になった場合の備えとして、人類が宇宙へと目を向けるべきだという考えに基づいています。ホーキング博士は、人類が宇宙探索を進め、適切な惑星を見つけ出し、そこにコロニーを築くことが必要だと考えました。もう一つの重要な提案は、持続可能な生活方法への転換です。ホーキング博士は、地球温暖化や資源の消耗など、私たちが現在直面している環境問題に対しても深い懸念を示していました。彼は化石燃料への依存を減らし、再生可能エネルギーの利用を増やすこと、また持続可能な農業や消費の方法を採用することで、地球上の生命を守り、環境を保全することが可能だと信じていました。これらの変化は私たちの生活様式や経済システムに大きな変更を要求しますが、地球とその上の生命を未来にわたって保護するためには必要不可欠なステップです。地球は今、温暖化という前例のない危機に直面しています。ホーキング博士のメッセージは、私たちに行動を促す強い呼びかけとして響いています。それではまた次の動画でお会いしましょう。